ケリチです。センベロシリーズ、今回は難波来てます。角屋の横にあるね、大衆酒場のと屋っていうところでたまたま通り過ぎたんですけど、めっちゃ良さそうじゃないかっていうことで、まあ、これから入ろうかなと思います。なんせね、いい感じの店構えですよ。これはのと屋です。いや、初めなんて思うかなと思ったんですけど、のと屋ですよね。では入ります。はい、すいません。日本酒缶で。土手すごい、土手と、あ、この土手焼き、はい、で関東炊きの卵と大根です。はい、流れがあって、もういいぞ、勝負は流れない。卵と大根、はい、いただきます。うまい、土手焼き、このかまんでもいいぐらい、なくなった。土手焼き、これご飯の上にかけたらすごい進むと思う。味が濃いんじゃなくて、ゼラチン質がまったり、このゼラチンの味がすっごい出てます。卵めっちゃうまかった。こうなんか手酌で飲むってね、飲んべいですよね。あ、黒ビールすいません。黒ビールめっちゃ冷え冷え。いや、このままラップで飲みたいぐらいなんだけども、コップ出てきたんで、ね、コップ。いいね、黒。あ、うまっ、黒ビールに土手焼き、
ごちそうさまでした。美味しくいただきました。あ、はい、はい、はい、ごちそうさまです。あ、今のてや飲んできました。どて焼きマジでうまかったですね。あのどて焼きね、かなり煮込んで煮込んでね、どて焼きの美味しい店っていうのはもう大体共通して美味しいです。もうほとんど美味しい味にたどり着くんではないでしょうか。もう完全に、ね、ゼラチンなんですよ。口の周りがね、もうほんまにゼラチンでカピカピになるぐらいゼラチンがね溶け込んで、新しい辻にまたそれが加わり、もうそれの繰り返し繰り返しでどんどんね土手の味が深みを増してくるっていう、グロス塗ってないのにテカテカになるぐらい本当にテカテカになるっていうことなんですけども、いやそれぐらい美味しいわけなんですよ。ここよろしくはね、場所は簡単なんですよ。角屋さんあるでしょ。角屋さん、ケニチの動画見たら分かりますけども、角屋さんの隣にありますんでね、ここ上野戸屋さん、ここでよろしくはね土手焼き食べてみてはいかがでしょうか。黒ビールもいいですよ。ちょっと土手でこってりしすぎなっていうのに、最後に黒ビールで流し見てはいかがでしょうか。センベルシリーズ今後ともアップしていきますんで、チャンネル登録まだ方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ケニチでした。